チャット GPT を使ってもう全体会議の台本を書いてもらってもうそれを読むとかメールの返信をするとか、はい、LINE の返信をするときに返信文のドラフトを書いてくれるブラウザにカスタムの機能を改造してつけちゃう 仕事の大半右クポッ,ッドキャストとかの音声の編集自体をチャット GPT を使ってテキストでできるってやつで<ー>めちゃくちゃ便利な編集アプリとか出てきて仏様までで作っっちゃうってうチャット GPT 仕事柄、まあ、会社を自分で経営してるっていうのもあるんですけど割と。 全体会議のような感じで<う>全社員の前で喋らんなきゃいけない機会って、まあ、あるんですけど、はい、まあご存知のようにこんな感じなので、はい、苦手なんですよ、ね。はいはいはいそれも以前からおっしゃってますよねはい苦手だと人前で喋る,、ま、ることが苦手だし、はい、まあ声も出ないし、はい、だから本当にこう苦痛でしょうがなかったんですけどはい全体会議がでもやっぱり社長として何かあみんなに対してねこう 持ち帰ってもらえるというか学びになるようないいことを言わなきゃいけないって気持ちももちろんあるんです。はいはいはい。でやっぱりそれその狭間というか葛藤ですごくストレスだったんですけど、まあチャット GPT を使ってうもう全体会議の台本を書いてもらってもうそれを読むとか、ほ<う>まあそういう感じでもう最近は使わせてもらってるんですけど。ほうほうほう。でチャット GPT が答えたやつをよ読んでる感じなんですね。すはい。全体会議で。はい。それ言っていいんですかここで？あのまあ結果バレって。<laughs> <laughs> その人にバレたんですけどバレた途端に信頼をすごく失ってしまって、はい、その結局別に僕じゃなくていい誰かが喋っても同じことでしょっていう話になっちゃって、はい、まあ結局信頼を失ってしまったっていうまあ。 おちがあるんです。失った話ですか。はい。昔話みたい。昔話みたいな。なるほど。なるほど。また喋る人間が下手なので、結局いい原稿を書いてもらったんですけど。うん、結局しどろもどろになっちゃって。はいはいはい。結局、喋る側の人間にバグがあると。はい。結局伝わるものも伝わらないっていう。<laughs> それは大変ですね。どうやってうまく。ね、ここと融合していくのか、自分のものにするのか。 みたいいいいな時に使ってるとととううことでごござざまますす、ねはい、ありが自分の場合クロームの,の,拡張あの要はブラウザにカスタムの機能を改造してつけちゃって、はい、あのブラウザで選択したテキストをもう右クリックからまとめてくれるとか、はあ、あの対案を出してくれるとか、はあ、論旨の弱いとこを教えてくれるとか炎上しそうなとこここだよって指摘してくれるとかあそんなこともそういうの右クリックから全部できるような改造みたいのをしちゃって。 でて改造て自分で改造したブラウザのそのカスタムプラグインみたいなものを作ったんですけどまあそれをあのチャット GPT で一緒に作った作りましたねそしたらやっぱ楽ですか楽ですねもう仕事の大半右クリックから解決するわみたいなはあそれも時間的にもそうですしちゃんと指摘もしてくれてるしてくれるのではいさあ石積さん何かありますか活用方法本場の活用方法教えてくださいよ例えば最近すごい便利だなって思うのが このマルチモーダルな使い方って言って、あの、音声、チャット GPT ってみんなこうテキストで入力して何かを作るみたいなイメージなんですけど、はい、結構その OpenAI が出しているいろんな API を通してですね、音声とか画像とか PDF ファイルとか、そういったものも、そういったものをあの挟んでチャット GPT に投げると、テキストで編集できたりとかするようになるんですよね。<え>なので、そう。だから例えば私、あの、ポッドキャスト、まあラジオみたいな音声メディアやってるんですけど、ほうほうほう はい。で、ポッドキャストって音声じゃないですか。はい、で、あの、ポッドキャストの編集とか、あとは、その、ポッドキャストの音声を、その、記事化して、後日ブログにしたいとか思ったときに、今までライターさんに音声ファイル投げて、記事化してくださいって頼んでた作業が、はい、もう結構チャット GPT かますと、20分ぐらいで終わっちゃう。 その音声ファイルを一回、ウィスパーというアプリに投げて、議事録テキストに変えて、議事録テキストって、やっぱり、あ,のあーとかえーとか、こう入っちゃうんですけど、それもチャット GPT にそのまま投げて、これはあなたプロの編集者として、きれいな記事にしてくださいって頼むと、すごい要い文に一発で変えてくれるっていう。 ので、もうなんかライターさんに投げる必要もなくなったし、あと最近シリコンバレーですごい注目されてるスタートアップで、それなんかは、あの、ポッドキャストとかの音声の編集自体をチャット GPT を使ってテキストでできるってやつで、あの、動画の編集とかも今までって結構みんな動画の何分何秒から何分何秒までここはカットとか、で、ポッドキャストの編集もここはカットって、やっぱ音声ファイル上で編集しなきゃいけなかったんですけど、うん、 最近のそのチャット GPT をベースにしたあのアプリを使うとですね、そのテキストでここの箇所を消したいと思って、そのテキスト上で消す消すって普通に消去すると音声もその部分が消えるっていう、めちゃくちゃ便利な編集アプリとか出てきて、 あとはですね、自分の声のクローンを作ってくれて、例えば、ポッドキャストで後日、あの、あ、この部分はあと1分、これ追加したいなと思って、今まで取り直しとかしてるんすいや、そうですよ。お踊りみたいな。取材せなさいって言われながら撮ったりするんですそれも、だから取り直さなくていいんですよ。マジっすかうあのよそう、吉村さんの声だったら、それを覚えさせて、えー、全く同じような声のクローン作って、で、それをテキストで取り直したい文章を書くと、 吉村さんの声でそれが音声として生成されるっていう素晴らしいすごい便利になって、ね、なんかもう動画編集、音声編集もそれからブログ記事化とかめちゃくちゃ簡単になりました。取<ー>り直ししなくてよくなるし編集作業も私自身もですね動画の編集とかやっぱりあのプロじゃないとやりにくいじゃないですか。 で、そういうエディティングも今、そのチャット GPT みたいな UI を通してテキスト上で、なるほどあの、この何分何秒,何秒のこのところ嫌だと思って自分が言ったところテキストを消去すると動画の底も消えるっていう、なるほどそういう編集アプリが今注目されていて、はあ、かなりビジネスの実務に寄り添ったチャット GPT の活用術。だからその、なんていうか自分の名前で検索したり、なんかこう、日本で一番有名な に誰とか聞いたりとか、そういう使い方のフェーズよりは、もうちょっとこう実。何パーセント効率化できるかとか、生産、はい、性どれぐらい上げられるか,とか。と色色も。そういう会議から、ちょっと変わってきてるぞと,と、ね。そうです、そうです。結構現実的になんか、結果や効果を求められている感じがします。なるほど。ありがとうございます。とはいえですよ、野口さん、これ言っても上級者の方々が使う。はい 活用術じゃないですか。うんうん、はい。まあ僕はもうこの中でいったら圧倒的初心者です。何かありますかこの初心者入り口。ありますあります。あの、はい、例えばえっ、ー、とメールの返信をするとか、はい、LINE の返信をするときに、はい、もう来たメッセージを元にして、はいえー、もうその来たメッセージを見るだけでこういう返信したらどうっていう返信文のドラフトを書いてくれるんですよね事務機だ。はい。でかつこういうことを伝えたいなっていうのを箇条書きで なんか3つぐらいですね書いてあげるとそれも折り込んで返信文として作ってくれますので,でそうするとあとちょこっとだけ変えてポチッと押せばもう春札ではいでこれ実際もうあの企業様の方でも自主実証受験と始まってましてあとあの大きい企業様でも進んでいて、はあまあ、JR 西日本グループ様においてはこの返信 はあ、GPT を使いながらどう孤立器やるかという実証実験も始まってたりしますのでもうど,どんな方でも使える活用術としてはこういったものがあるんじゃいかなと思いますから僕はもうバカですし、はい、経験もないですからその社会に出たあの目上の方に返す,返す分ってどういうふうにしたらいいんだろうなって、はい、結構悩んじゃっていろいろ見たりするんですけどそれもちょっと固めの目上の方に送って、はいただつます。はいあの 特に敬語をしっかり使ってっていうふうに、GP ピーチャット GPT に伝えてあげれば、そのように書いて。これはもう助かります。いろんなもの解決いたします。は下手したら半日ぐらい使ってましたからね。あの巨匠、松明さんにどうやって返そう、これ。ここの文言はどうか。あ、そうですね。はい。であれば、えっと、どういった時に起こる、あのちょっとお怒りになるかみたいな。はい。入れて、ここに気をつけて、みたいなことすると、全く持って間違いない。あ、なるほど。ありがとうございます。 さあ、そして深澤さん、この初心者におすすめのバーチャル上司みたいなことを、うん、バーチャル上司、あるいはその向こうに聞いてもらうっていうのがあって、はあ、例えば企画企画書、企画を作るとするじゃないですか。はいはい、えー、商品企画とか。はい、僕は部下で1年目2年目だとして、ええ、はい上司に。 企画書を出さなきゃいけないとかって時に普通に GPT 作る時って、まあ、GPT で企画書書いてくださいとかお願いすると書い,るす、ね、書いてくれるんだけどもっといいのを出したい時ってあ,あ,、まあ、あなたは上司ですとか先輩ですみたいなことから始めてああ良い企画書を作りたいんですけれどもああ良い企画書を書くのに足りない情報があったらどんどん質問してくださいみたいに。GPT の方にお願いして 十分な質問や情報が集まっったところで企画を作ってくださいみたいな書き方する GPT の方からじゃあ企画作るんで分野は何ですかとかお客さん誰ですかとか聞いてくれるようになるんで僕はそれに GPT に言われたことを「お客さんはこれです」とか「価格はいくらです」とか答えていくと情報が揃ったところで GPT がじゃあ企画作りますねっつってバーって出してくれるんで。ななるほど自分が頑張っててププロンプト書くくんじゃなくて 足りないも GPT にどんどん聞いてもらうようにするとあのプロンプト書くの苦手でもいいもの出しやすくなる、はあ、なるほどだからコンビ組むみたいなもんですねそこでそうですそうですでこうして練り上げてって出すといいものが作れるしまあ、えー、初心者にはおすすめのそうそうそう、はあ、でまあさらに必要だったらもう一人上司呼んできて「はい、今出た企画にツッコミどころあったら教えてください」っつってまたツッコミどころバーって出させて。 なんかかつて脳内会議でやってたことをここでやってるみたいなことってことですねまた必要に応じて4人目とか呼んで「じゃあ今指摘されたこと直してください」とかって言ってはあこれは面白いです、ね、そういうやり方するとなんかクオリティ簡単に上げられておはいはい、はい、なんかワクワクしますねそれ聞くとはい。 イエルさんなかかありますかおすすおめの初心者にバーチャルのカウンセラーとして使うっていうのは僕結構やっていて、はあ、もう結構活用されてるんですそれをなんか例えば「あなたは心理学を学んだカウンセラーです」と「私がこれからする質問に対してカウンセラーとして回答してください」ってやると、まあ、割と適切な、はあ、あの心理学を学んだ方の見地からあちゃんと回答してくれるような。 「あんたは今こういう心理状況に置かれてるんですね」っていうことを引き出してこうどんどんあの心をすっきりさせてくれるというか割とそ,れそういった使い方としては有効かなというふうには思っていてな。なんか人に相談 できないことってあるじゃないですか。すね、友人といえども、なかなかこれは相談できないな。なんか、それちょっと文言変えたら、ニュアンス変わっちゃうけど。ここ伏せたら、伝わらないかも,っていうのも。っあ、そう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 。まあ、そういうのも含めて、逆に、A. I. だからこそ。気兼ねなく相談できたりとかするんじゃないかなって、僕は思っていて。で、やっぱ、そうやって、その。 なんかまずは吐き出すことそして聞いてもらって、えーまあ、それに対してこうリアクションというかあ反応してもらう、まあ、それだけですっきりすることもあると思うすよ、ね、はいうのねだからなんかそういう使い方とかはあるんじゃないかなとか、まあ、あとはカウンセラーに限らないですねコーチングのコーチとして役割を与えてそのコーチング的に自分のこ,うこれから何をしたいのかとかじゃあそ,れ、はい、そのためにこ,うこれからどうアクションしていけばいいのかとか,<ー>なんかそういう,こう役割を担ってもらったりとか。 なんかそういうのはあるんじゃないかなっていう気がします。なるほど。ありがとうございます。さあということでまあいろいろ初心者向けからいろんな話を聞きましたけども、次は、えー、チャット GPT でビジネスはこう変わるということでございます。さあ石積みさんどう変わりますか。そうですね。あの今後ですねやっぱりこうチャット GPT がまあ浸透することであの二つのタイプの会社が増えるだろうというふうに、ね、まあアメリカでは言われていて、二つのタイプ。はい。でタイプ一が